大阪市立市岡中学校は大阪府大阪市港区にある公立中学校。大阪市教育委員会から帰国した子供の教育センター校に指定されている。日本語指導が必要な帰国生徒を対象にした日本語教室を開校している。生徒は居住地域の学校に所属しながら、週数回この学校で日本語の指導を受ける。また、帰国生徒の教育問題について、 所属校からの教育相談も行っている。港区で最初の新生中学校として1947年に創立した。創立当初は港区全域を校区としたが、その後の地域の生徒数増加に伴い、従来の校区の一部を港中学校、港南中学校、市岡あずま中学校の校区へ分離している。また現在の学校敷地は、 太平洋戦争の戦災で廃校になった大阪市市岡第五尋常小学校跡地を転用している。1947年の学生改革の際、港区全域を航空とする大阪市立港第一中学校が発足した。太平洋戦争の戦災被害のため廃校となった旧港屋小学校を本校仮校舎とし、大阪府立市岡高等女学校に分校を。 設置した。1948年には大阪府立市岡高等学校内に仮校舎を移転し大阪府立港高等学校内の分校を廃止した。1950年には再び港高等学校に分校を設置した。港高等学校の校舎を譲り受けて中学校の本校舎とすることも検討されたが結果的に港草木掛町一丁目。 旧一岡第五小学校後に新校舎を設置することになった。1951年に現在地に統合移転している。戦災からの地域の復興により生徒数も急増し、1953年には港区入船町一丁目に分校を設置した。分校は1954年大阪市立高中学校として分離開校した。さらに地域の生徒数が増加し、 季節校が課題規模となったため、1962年には、港区で3番目の中学校として、大阪市立高南中学校が開校した。高南中学校は、従来の一岡港の両中学校校区を再編し、1962年度1年生より、学年進行で順次生徒を受け入れた。これに伴い従来の一岡中学校校区の一部を、高南中学校校区へ変更している。 1973年には港区市岡元町に文庫を設置した。文庫は1974年大阪市立市岡東中学校として独立開校している。ありがとうございます。